んじゃ、行きましょっか。次、お前も長い獲物試してみろ。意外としっくりきますね。そりゃよかった。ただ一つ難点が。獲物で近接を補うのは賛成ですけど、術式上両手はパッと開けられるようにしたいんです。善院先輩は二つ以上持ち歩くこととかザラですよね。どうしてるんですか？私はパンダに持たせてる。聞かなきゃよかった。物を出し入れできる呪霊を飼ってる術師とかもいるよな。それは無理だろ、レアだし。飼い慣らすのに時間もかかる。わからんな。お前あの時なぜ逃げた？宝の持ち腐れだな。あれは俺には特級に勝てる可能性があったと、そういう意味だったんだろうか。先輩、なんとかなりそうです。じゃ、僕は用事があるので、その調子で修行頑張ってね。そうだ、死んでる時スクナと話したかい？話…心臓を治すにあたって条件とか契約とか持ちかけられなかった？あー、なんか話した気がするけど思い出せねえんだよな。そうか。学長との約束までまだ少しありますけど、どこか寄ります？いいよ、たまには先についててあげよう。止めて。え、ここでですか？先行ってて。え、これ何か試されてます？本当に先に行ったら殴る的な。僕を何だと思ってるの？ほら、行った行った。はあ、わかりました。さて。君、何者？ゾンガイ大したことなかったな。誰が大したことないって？フン、怖っぱみ。呪霊のくせにしっかりコミュニケーションが取れる。その上この呪力量、未登録の特級か。特級はさ、特別だから特急なわけ。こうもホイホイ出てこられると調子狂っちゃうよ。長寿が傷ついたか？いや、楽しくなってきた。楽しくなってきたか。危機感の欠如。危機感の欠如ね。さて、その力どの程度か見せてもらおう。
やるか。行くわよ。手早く済ませましょう。どんだけ。どけ。避けんなよ。そろそろおしまいにしましょう。行け、金吉。行くか。行くぞ。行くわよ。片付けます。ぶっ飛ばす。どけ。数例情報感じ。はっうっし。行くぞ。気持ち悪い。片付けます。どけ。避けんなよ。そこ行け、金吉。行くか。行くぞ。気持ち悪い。手早く済ませましょう。ふっはっ。どんだけ。くらえ。そろそろおしまいにしましょう。燃やし尽くしてやろう。行くか。行くぞ。気持ち悪い。手早く済ませましょう。へっ。どけ。くらえ。はっ。行け、金吉。行ける。いつでも行けるぞ。気持ち悪い。片付けます。オロチ、行け。行け。行くぞ。分かってる。なめるなよ。くらえ。そこ。よし、任せろ。行くぞ。準備万端。こっからよ。やるか。ぶっ飛ばす。どけ。数例呪法ともなり。よそ見してんじゃねえぞ。行け、金吉。行くか。やるか。やるか。どんだけ。そーれっす。何が起こった。意外とあっけなかったな。キューまだまだ。こんなものか。蓋を開けてみれば弱者による過大評価。今の人間はやはりまがいもの。真実に生きておらん。万事収穫、弊度が出る。本物の強さ、真実は死をもって広めるとしよう。このくだりさっきやったよね。学習しろよ。どういうことだ。簡単に言うと当たってない。バカな。さっきとはわけが違う。わしは確かに触れて殺した。君が触れたのはね、僕との間にあった無限だよ。教えてあげる。手出して。殺意はない。探るだけ探るか。ん？触れようとしても触れられん。寸前で止まる。これが無限。止まってるっていうか、僕に近づくほど遅くなってんの。でどうする。
僕はこのまま握手してもいいんだけど。断る。照れるなよ。こっちまで恥ずかしくなる。貴様！ただ呪力で強化しただけじゃない。なんだ、わからん、わからねば。まだまだ。無限はね、至るところにあるんだよ。僕の呪術はそれを現実に持ってくるだけ。収束、発散、この虚空に触れたらどうなると思う？術式反転、赤。くっ、ちょうどいいか。このわしがなすすべもなく吹き飛ばされた。これが無限、これが五条悟。五条悟に挑むのはいいけど、死ぬよ、丈吾。眉唾ではなかったな。だが当たらぬなら領域に引きずり込むまで。え？どこへ行った？ごめんごめん、待った？どこ？ねえ、ここどこ？そいつは見学の虎杖悠仁君です。富士山！頭富士山！